悲願の金ならずも、自らに、素晴らしい結果に。金星で、王者を追い詰めた。王者、中国の牙城を崩すことはできなかった。それでも、史上初の表彰台、しかも銀メダルを獲得。日本3選手の顔には、悔しさの中にも戦い切った充実感が溢れた。敗戦の中、日本のエース、水谷が決勝でも見せた。第2試合で、世界ランキングでは、格上の許金と対戦。2ゲームを連取しながら、第3、4ゲームを奪われ、最終ゲームでは、マッチポイントを握られる場面も。そこから、5連続ポイントを挙げての大金星。過去0勝12敗で、多くの大舞台で負け続けた相手に、五輪でリベンジできた。借りを返せてすっきりしたと、笑顔を覗かせた。個人では、日本男子史上初メダルとなる銅メダルを獲得し、団体でも、エースとしての役割をきっちり果たした。女子ばかりに目を向けられることが多かった日本の卓球界。女子が、ロンドン五輪で団体銀メダルを獲得したことから、いつかは男子も、と思い、努力を続け、そして銀メダルへとたどり着いた。素晴らしい結果になりました。最後は、誇らしげに胸を張った。